ヤッホー、35分まで。 こんばんは。こんばんは。あ、喋ってなかった。星とカウントよろしくお願いします。はい、星カウントは1数字の2送信、数字の3送信っていう風に、計数字の50まで順々に送信できたらカウントが達成します。ということで、あ、なんかついてる私。ということで、この枠はお姉さまとの電話の回でございます。パチ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 、皆さん、まあ、星投げ一周ちょっと待ちますけどまあ、あの時間短縮のためにもうつながっておって、イヤホンしてますか、もうつながっておって今すべて聞かれている状態なんですけど、まあ事前に質問の方をお姉ちゃんに送ったんですけど、なんかもうその場で考えるから何でも振ってくれってことだったんで、私がもうさっき集めた質問の中から覚えたじゃない、選んでお姉ちゃんに聞きたいと思います。じゃあスピーカーにしますよ。姉しますね。よいしょ。ドキドキ。もしもーし。もしもーし。あははは、聞こえますか皆様は。電話と配信ずれてるからさ、あー、ちょっとやめよう。配信の方無音にしてたやん。そうします。声似てるって。あ、ほんま？うん、コメントで言われてる。あ、みーちゃんの方が早いやんな。じゃあ、そうやな、コメントの反映が、まあ配信者やからな長女です。あ、長女です。2番目じゃなくて長女です。我の姉です。あ、なんか不思議。じゃあお姉ちゃんも時間がないのでね、はい、30、お姉ちゃんの持ち時間は33分までです。了解しましたじゃあいきますね。はい。じゃあ1つ目、はい、今の南の活躍を見て思うこと。お姉ちゃんの活躍見て思うことは、なんかまあ率直に嬉しい。おお、率直にね。そう、まあ6年目になるかな、6年目、うん、まあずっと見てきて、うん、でも今年めちゃくちゃなんかテレビの出演も多かったし、うん、家族みんなで今見てて、やっぱり、うんうん、今年は特に喜びの多い年だったなっていうのはあるかな。真面目やね。うん、これはちょっと真面目になるな、この質問は。真面目やね、いいですね。はい、お姉ちゃん、ちなみにあの朗報なんですけど、はい、この配信あのパパとママ見てます。あ、パパママ、どっちもコメント、ね、どっちもコメントしてます。どっちもなんかコメントして、パパに関してはパパってコメントしてます。さっきもパパコメントも50パパとかあるから、なるよあれじゃあ続きまして、はい、みーちゃんが生まれた時のこと覚えてますか。これなんですけども、はい、覚えてませんそのなんか嬉しかった感情とか、あ、なんかもう生まれた頃のことは覚えてないけど、うん、生まれた後にみーちゃんのことを抱っこしてたような記憶はあるけど、うんうん、生まれた瞬間は多分みーちゃんがおそらく未熟児で、うんうんうん、保育器に多分入ったりしたりとか、そういうのがあったから、最初のタイミングがそれやもんな。そう、そこまで覚えてないけども、うんうん、ちっちゃい時のみーちゃんを抱っこしてたのだけは覚えてます。あ、それだけ。そっか。じゃあもう未熟児やったから、もう呼吸器の中の私やってんの。そうそう。そうやな。だから抱っこしたのもだから結構期間空いてるよね、生まれてから。多分結構、うん、空いてからかな。おそらく。それは確かに生まれた時のことわからんわな。わかりません。えい、じゃあ続きまして、はい、
STU48 での推しメンは？これはちょっと恥ずかしいけども、うん、私個人的には、うん、おきちゃんが結構好き。おきちゃんね、言ってますね、ずっと。はい、おきちゃんの顔が好きで、うんうん、なんかあとなんかそのおきちゃんの性格も言ってね、めっちゃ好き。ちょっとサバサバしてる感じで、さっぱりしてますね。そう、さっぱり、うん、そういう人、そう、まあ好きな、なんか自分の好きな人のタイプがすごい詰め込まれてるのがおきちゃんかな。ベタ褒めでもコンサートとかも来てくれてさ、そのコンサートとか見てもそのおきちゃん推しは変わらんかったってことやんね。いや、もうそう、もうこれを言ってしまうとあれやけど、正直ほんまにみんな好き。あ、うん、DD ちょっと DD で誰でも大好き、 DD でした。え、なんか、うん、おきちゃん好きやなってなるけど、うん、公演行っちゃうと、うん、みんな好きってなっちゃう。あ、確かに、まあ、特に1期生、うん、今ドラさんもほぼやけどさ、ずっと見てるもんな、初期から。そう、もうドラ、そう、ずっと見てる子たちはやっぱ特に感慨深くなるかな、うんうん、確かに。ちなみにね、あの次女の推しメンはね、次女の推しメンはもうめちゃめちゃマイキューですね。だからもう姉二人でお決まり推しなんですよ、私あ、確かに、今、うん、姉二人で次女マイキューで、私の父はもうめちゃめちゃユミリンです。ユミコに あの対面した時から、うん、超ファンですね、父は。本当に鬱陶しいぐらいお正月とか会うたびにミネがユミコの話をして、ミネのが絶対ユミコと親しいねんけど、でパパはユミリンに目が綺麗ですねって褒められたからって、なぜか張り合ってくるっていう絶対ねんのが仲いいねんけどっていう感じですね。ですね。あ、パパの推しメンはユミリンです。コメントで言ってるやん、だるいだるい私ママの推しメンは確か聞いたことなかったな。確かにママの推しメンはちょっと分かりません、ね、ママの推しメンちょっと分かりません。はい、続きまして、はい、うーん、姉として、はい、妹のここには勝てない部分あったね、その質問。ちょっと待って、考えてたけどな考えてなかった。姉として勝てない部分、うん、お姉ちゃんは結構イネからしたら何でもできるっていうイメージがあるし、結構まあ頼ってるっていうのも配信でも話してるんですけど、そうですね、まあ、でも、ま、結構真面目なところ。あ、お姉ちゃん真面目やん真面目。あの、姉、私は結構真面目な時もあれば、うん、結構ふざけてる時のが多くて、多いような気がしててそういう面ではなんかみーちゃんの方が精神年齢大人な気がして。え、初めて言われただから大人になったなって思う。ああ、確かに昔仲悪かったもんね。仲悪い時期ありましたね、うん、お姉ちゃんイネのこと LINE ブロックしてたもん。それは覚えてないわ。1ヶ月間ぐらい覚えてる、みなみは覚えてる。あ、全く覚えてない。そう、だからあの次女の方にお姉ちゃんの LINE って今どうなってるって聞いたら、そう、次女の方は開けてて、みなみの方は送れんくなってて、手ぐらい仲は、まあ、喧嘩をよくしてたけど、はい、それはミネが多分子供やったから、うん、そう、よく突っかかってたからそうですね、何でも突っかかってくるんで、突っかかってたから、で今ミネが精神年齢大人になったから今仲良しですね。ね、パパもあったって言ってますね。あ、お姉ちゃんにブロックされてることやパパと、あの、私がお姉ちゃんに LINE ブロックされたの1ヶ月だけど、パパとお姉、パパのことをお姉ちゃんが無視したの1年だからあ、1年無視してた時期もありました。で今仲良しですね。今はもう仲良しです。家族で旅行してますもんねまあいろんなことありますよね。はい、続きまして、はい、実は知ってたみーちゃんの秘密。待って、そんな人もあった？あったって、送ったって。いなみみーちゃんの秘密、うん、ね、だからイネが隠してるってことやろ。なんやろな実はしてたみーちゃんの秘密、これわからない、なんだろ。みなみはないですか。じゃみーちゃんの秘密、ちょっとむずい。でみねがよくお姉ちゃんにバレてたのは、
学校え何どうぞそれね学校あよかったね今ので今のでよかったなそうみーちゃんはちょっと学校に行かない日があって行けなかったんです行けないかじゃかじゃない行け行けない時があって押し入れかなんかに隠れてて私がめちゃめちゃ真面目で、うん、皆勤賞の人やもんな。そう私はもう中学皆勤賞とかするぐらいもう学校大好きなのに、うん、みーちゃんは学校なんか行きたくないみたいな日があって、うんうん、でもみーちゃんは行ったふりして多分一回多分靴持ったりとか多分ランドセルも、うん、中学生やから、うんまあ、カバン持って、うん、一回家出るのに、うん出てるねちゃんと出てんねんなお姉ちゃんより先に出たふりしてるのを気づいてるからあそうなんだからえ探すと押し入れに隠れてたりとかベッドの下に隠れてたりあそれでバレてた上で探しててバレたってこと偶然押し入れ開けたとかじゃないんやバレてた日もあるし知らんかった見つけた日もあでも今日は行ってないなっていう、まあ、なんか匂うというかめっちゃ白子かったかないじゃあそうずっと白子よ行ってきますとか言ってでも行ってきますって言ってマンションの一番上におったもんそうマンション一番上でこう下を見てたずっとあ姉にはバレてました知らんかったわーわー、まあまあ、でも複数回あったからそう、ね、どうせ今日も行かんやろうなっていう気持ちで見てたというかねああ初めて聞いたああそれは秘密だわ確かにはいそれで怒るというじゃあ最後はいみーちゃんがしてくれて一番嬉しかったことこれねうん何だろうかってずっと考えとってうんうんあるでしょいっぱい長い付き合いですよもう24年間の付き合いあるでしょいっぱい一番嬉しかったことってのはちょっとあれなんですけれども、うんうん、みーちゃんがしてくれるので嬉しいのはおめちゃめちゃ頼ってくれるところあー確かにうんなんか何でも頼ってくれる本当に何でもただほんまに逆にめちゃめちゃ自分でできるやろってことでも頼ってくるけども、うんうん、嬉しいそれはあなたとしては全然嬉しい、じゃあこれからもあの大阪に住んでるお姉ちゃんに、はい、広島のバス停調べてもらうねそうそうみーちゃんの交通の便まで姉が調べるというそうだからみーちゃんの家のここら辺にこのお店があるからみたいなのも全部知ってるもんな来たことないのにそう全部調べてるんでいやありがとうございましたじゃあ、はい、ちょ壇上お姉ちゃん追ってなじゃあ壇上読みたいと思います13位タナさん、はい、12位先生11位佐藤さん10位りょうにゃさん9位おやつさん8位つよつよさん7位かずさん6位広島校パセリさん5位柴犬さん4位きむこさん3位ポムさん2位パンダムさんそして1位はいくささんでしたありがとうございますお姉ちゃんさっきいないに言った質問を30秒で頑張ってみんなに言ってあはい、そういうことねショールームの質問があります、うん、あのその配信の回り方についてちょっと質問があって、うん、で15分枠の配信の時はすごく短い中で頑張らないといけないからまず1回星を全投げした後に50コメントすると2回目の星回りができない時間的にできなくてだからそうなったらコメント50コメントではなく星回りをしてその星を投げる方がいいのかどっちを優先する星優先だそうですわかりましたありがとうございます星優先で言ってますその時は星を優先でって言ってます あそうですか皆さん嬉しいありがとうございますみなみどっちかそうみなさっき聞かれて、はい、どっちかなって言ったからそう後でみんなで聞こうねって言ってよかった人答えれたよかったですあのちょうどあと30秒でお姉ちゃんもありがとうございましたはい皆さんありがとうございました多分父と母どっちも見てるんで多分いじられると思うんですけどあもうはいどんどんいじってください待ってくださいではではではありがとうございましたお姉ちゃんもはいお疲れ様です皆さんはどうもじゃああと10秒9 8 7 6 5 4 3 2